こんにちは、皆さん。中山茂樹です。今日久しぶりにサブチャンネルの更新です。今ですね、僕はソニーの RX0 Mark II ってやつを M2 ってやつを使ってるんですけど、これ今友達に借りていて、僕が逆に持っていたオズモアクション、 DJI のオズモアクションを貸して、でその子が、このソニー RX0 Mark II だと充電の持ちがあまり良くないので、ちょっと使いづらいし、あとなんだろう、ちょっとタッチパネルじゃなかったりして、ちょっと操作も大変で、オズモアクションの方がどちらかというと操作も簡単で電池持ちもいいので、だったら交換してちょっとしばらく使ってみようかってことで、とりあえずレンタルというか、まあ、お互い貸し合って、なので自分の手元に RX0 Mark II が来たので、ちょっとテスト動画を撮りたいなと思います。で、使ってみてもう3日目ぐらいなんですけど、すごく使いやすくてめっちゃおすすめなんですけど、まあそれこそやっぱ電池の持ちがちょっと大変、きついなっていうのはありますし、あとはなんだろうな、画角がちょっと狭いので、それがちょっと難しいなって思う点ですね。あとはなんだろう、色味、まあ、色味は別にそんなに、なんか結構好きな色で、今まで使ってこなかったのがちょっともったいなかったなってぐらい結構良くて、あとコンパクトさがすごく良くて、堅牢性も優れていて、いいプロダクトだなって思います。で、これから RX0 Mark II でもいろいろ撮っていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。それではメインチャンネルのリンク下に貼っておきます。それでは。